はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムのトヨタスープラを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムのトヨタスープラです。ボディカラーの方はシルバーのメタリックだね。こんな感じで光に当てるとキラキラしてていい感じの塗装だね。でフロントの方から見ていくと、中央の部分にはトヨタのエンブレムがプリントされてます。でヘッドライトの部分はクリアパーツでできてるね。でグリル周りのところもこんな感じでいい感じの作りだね。でウインカーの部分はオレンジで塗り分けがされてます。でボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。でこのまま上の方を見ていくと、ルーフの部分もこんな感じで特にシンプルな感じでできてます。で後ろの方はリアスポイラーだね。で助手席側の方を見ていくとこんな感じだね。やっぱりスープラのこの流線形のボディラインはすごくかっこいいね。でスープラって言ったらこの辺りのエアフローだね。この辺りもしっかりと作られてます。でホイールの部分はシルバーのホイールになってるね。でこの5本スポークのデザインはスープラのノーマルのホイールかな。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはトヨタのエンブレムがプリントされてて、その横の部分にはスープラっていうプリントもされてます。でナンバープレートの部分もスープラって書いてあるね。でテールランプの部分は塗装になってるけど、ちゃんとレッドとオレンジで塗り分けがされてるね。でこの辺りのマフラーの部分もしっかりと作られてます。でよく見るとこのストップランプのところも作られてるんだね。で運転席側の方を見ていくとこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくとリアスポイラーの部分だね。このリアスポイラーの形状はノーマルのスープラと同じかな。で上の方を見ていくとこんな感じになってます。内装の部分はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど、ダッシュボード周りもしっかりと作られてます。でこれはシートの部分を見ていくと、ブラックとグレーで一応塗装の塗り分けみたいな感じでされてるのかな。この辺りもいい感じだね。でスープラって言ったらコックピット、運転席の部分だけど、この辺りの部分もしっかりと作られてます。でタイヤの部分はサスペンションがついてます。でアクションの部分は左右ドアの開閉だね。で裏の方を見ていくとトヨタスープラ2016年のシャーシになってます。でこうやって見ていくと、このスープラ特有のこのロングノーズのデザインと流線形のボディラインはすごくかっこいいね。当時のスープラがしっかりと再現されててかっこいいね。でその他スープラって言ったらこういうモデルもあったね。こちらの方も一緒に見ていこうと思います。はい、こんな感じでスープラを3台並べてみました。でこの左のモデルが GR スープラレーシングコンセプトだね。でこの右側のモデルが GR スープラのジュネーブモーターショーのモデルになってます。でこの両サイドのモデルは以前レビューしたので、またリンクを貼っておくのでそちらからご覧ください。で当然スープラといってもベースのモデルが全然違うモデルなので一概に比較はできないけど、ロングノーズのボディデザインという意味合いでは同じかな。でベースモデルがこのスープラで、こんな感じのレーシングモデルが発売されるとまた嬉しいね。でスープラでこんなにシンプルなノーマルデザインのスープラは最近見かけないね。当時のノーマルなスープラがしっかり再現されてていい時代だと思います。箱の方は正面のパッケージにスープラのイラストはね。で側面の方はこんな感じだね。で裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのトヨタスープラを紹介しました。
で、やっぱりトミカプレミアムはしっかりと作られててかっこいいね。当時のスープラがしっかりと再現されていい感じなモデルだと思います。でもこのスープラのモデルもあと半年ぐらいすると廃盤になる噂もあるね。廃盤になる前に気になる方はぜひチェックしておいてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。